おはようございますすの久保です今日もロスジェネ世代にしっかりと食い込んでいくロスジェネ世代の久保哲郎でございますえっとですねよくね人の成功法則とか名言とかをまあお伝えしたりとかこういうふうに一流の人がやってるからあなたもみたいなことをねおすすめするとこういうふうに言う方がいるんですよそれはあなただからできるんでしょうとかね久保さんだからできるんですよ吉谷さんだからそれは一郎が言うからできるんですよとかねだから特別な人が 普通なことをやってると特別な結果が出るっていう風なね、ことを言うんですよ。結局これが多くの方の思考のスタートラインで、いつまで経ってもここから抜け出せないと思うんですよ。ですんで私がですね、あ確かにそれは何々さんだからできたことなんで、あなたにはちょっと当てはまらないかもしれない。だって多くの人は凡人だからねって言ったら、まあホッとするんですよね。ほっとすると同時に、それでもうね、道はないってことなんですよ。そこを受け入れちゃうと。自分は凡人だから普通の人のことしかできないし、 普通のこともあんまりできないしっていうふうになってくると、じゃあ、その人生を受け入れるんですかってことになっちゃいます。そうなんですよね。だからね、吉谷さんと本当にね、私が気が合うなっていうのは、結局表現の方法はたまにね、アンチテーゼを私出しますけども、結局はそこになります。あの、その言葉とかそのエピソードから、自分は何を受け入れるか受け取るかってことなんですよ。要するに、そのカスタマイズなんですよね。 世の中にいろんなうまいものとかいいものとか素晴らしいものってあります。でもそれが自分に受け入れられるような形にカスタマイズできないんだったら通り過ぎちゃうんですよね。うん、例えばあのー、例えばっつったら話がもう限りなく続くんですけどもまあ一つねあの時代のエスカレーターに乗ってほしいなっていうところはあると思うんですよ。えー、一つの例で言うと私最近ねガソリン車を買ってるんですけども <laughs> ガソリン車をね。私がいつも発信してるのは あの車は自動運転になるよとかね電気自動車になるよってことなんですよでもなんで私がガソリン車を買うのかってことは私の暮らしにカスタマイズしてガソリン車旧式の車が欲しいなと思うところでしかもそれを手に入れても生活に負担がかからないってことがあるんで自分なりにカスタマイズするんですよ私がだから月収で10万とか15万だったらとても買えないですよ2台3台も車買ってるわけですから でででももとてて無理すすよよそれはカスタマイズしていくんですよ私はだからもう一時期本当にね私あの隠居した時っていうのは全くお金なくなったんですよ全くですよ家を買って納税をしてそれからいろんなものにねまたお金を使ってってことをやって、えー、こう来てるわけですから <laughs> 2016年ね全くなくなったんで私は車を手放すところから始めたんですよ車なかったわけですよですから 2年間以上車なしししで暮らしてましたよ <laughs> でどうですかこれはだからその時その時に合わせて自分の暮らしをカスタマイズしていったってことなんですよで最近はですね、あのー、服もよく買うようになりましたで一時期は服買えなかったですお金がなかったんで。 で人に会わないっていうところもやりましたけども結局その人に会わないっていうのは無理だってことが分かりましたね。私も人に会いたくなるしあのやっぱり多くの人が会いたいと言ってくださるこれをねあの無限にすることもできませんしだから私はね結局人に会わないってことはなくなるなと。 合わないことはないなと思いましたね。社会と完全に切り離されるってことはないかなと思います。いろんな形で、あのー、名言たるものはありますけども、自分なりにカスタマイズしていくってことです。そしてエスカレーターに乗るってどういうことかっていうと、これから世の中はどっちの方向に向かっていくのかなってことに対して、あの、自分のこだわりとかに固執する人っていうのは、自分のこだわりを押し通せるぐらいの力があればいいです。資産とか余裕があれば。でもそうじゃない限りは、そういう個人的な考えを無視して、思考停止してね、世の中の流れに全部合わせた方が楽なんですよ。 今の時代工場勤務をねすると大きなお金が増えるかって言ったらそんなに増えないと思いますで接客業一生懸命やったらものすごくお金が増えるかってっ増えないと思います介護業界に行ってものすごく儲かるかって言ったら全体的には増えないと思いますしね えー、まあそういうことなんですよ。大きな流れとして個人的にうまくいくうまくいかないっていうのはその個人の裁量に落とし込んでカスタマイズできた人はあ介護の業界でもものすごく高収入を得ることができますけども大きな流れで言うとそれはちょっと難しいんですよ。セカンダリートレンドって言葉が投資ではありますけども大きなトレンドの流れっていうのはこっちに向かってるところで個人的にはセカンダリートレンドを狙うこともできるんですけども基本的にうん楽をして楽を得ようと思ったら大きな流れに合わせた方がいいんですよね。まあ、ですからそういう意味もあって 一流の人がうまくいった言葉ですら自分なりにカスタマイズして自分なりに解釈してどのように使っていくかってことはこれはね永遠のテーマだと思いますよ。 やっイチロー選手がすごくいいことを言ったにしても、イチロー選手は、じゃあ毎朝カレーを食べたりとか、イチロー選手はもう、小学生の頃から大リーグになることを決めていたりとかっていうふうに、もう全然人生観とか背景が違うんですよね。で、名言だけを取り出して、それでね、全部うまくいこうっていうのは、そんなことはできないですよ。吉田さんの言われてる通り、自分なりにカスタマイズしていくことがすごく大事です、どんどんアップデートを更新していくってことですよね。それなくして、自分の人生のデザインっていうのはないですよね。 うん、で名言っていうのは自分なりにカスタマイズしていきましょうってことですしじゃあ YouTube ってものを例にとりましょう YouTube の波が来てるよとかね2015年あたりから「なんとか YouTuber」とか「ハンモックなんとか」っていうのは売られてましたけどもじゃあああいうふうに2015年とかにね2014年かあの辺で YouTube の波が一番来たかって言ったらそうでもないわけなんですよね。<laughs> じゃああの頃に YouTube で成功した人とかがそんなにいるかって言ったらもっと前からやっているまだ YouTube が認識されてない認知されてない YouTuber って言葉がない頃の HIKAKIN さんとかああいうところからあだと思うんですよ。であのめ社長がはじめないあのヒカキンさんか HIKAKIN さんが YouTube をされやり始めた時にどういう風な評価を受けていたかっていうのは全く向かい風ですよね。 そこにはには対する名言すする言らないわけですよその中で自分なりに YouTube っていうものとヒカキンさんご自身っていうのをどういうふうにカスタマイズしてきてるかによって今があるわけですよね。だからうまくいったその時点でのそのポイントだけを取り出して自分に当てはめようとかねいいと,どいいとこ取りですかいいとこ取りしようと思ってもいいとこ取りはできないんでそうではないですね。 前提条件違いますからだからどこが前提条件違うのかによってカスタマイズすることによって最高のパフォーマンスが出せるんではないかなと思います。で今回の動画の最後なんですけども個人の時代っていうね言葉がありますよね。個人の時代っていうとものすごくね夢のある言葉でときめくと思うんですよ。あ個人の時代が来たか。やっと自分がうんこの世界にね えー、もう名前を出していけるんだとか堂々と歩いていけるんだすごく自分の力が発揮できるんだと思いますけどもそうではないんですよこれも勘違いをしてほしくないのはあの個人で全責任を取っていくってことなんですよ。 うん、あのカメラのことをね吉田さん例に出されてましたけども個人の時代っていうのはマーケットに何が必要とされているかとか自分がその中でどんなものを作れるのかとかそして集客はどういうふうにするのかお客さんとのコミュニケーションどうしていくのかそしてどのように販売確保を設定してどのように商品作りをしてどのようにセールスをかけていくのかそして売った後のサポートをどうしていくのかクレーム処理はどうしていくのかお金をどうやって集めていくのかこれ全部自分でやるってことなんですよ。 あの全責任を総取りしてていくってことですからねだから今まで組織の中で一部しかやれなかった人がいきなり個人の時代個人のトレンドに向かおうかと思ってもそうはいかないんですよねだって会社の中で一部しかやってるわけですよそんな上司の気持ちも分からない部下の気持ちも分からない周りの同僚と対立している会社に不満があるこんなレベルの人が個人の時代はやっていけないんですよ だから目の前にあるトラブルを全部裁くぐらいの責任の総取りができる人が個人の時代を手にできるんだよなと思うんですよね。いちいち何かに不満を持ったりとかいちいち何かに言い訳をしたりとか、うんうん、分かったつもりで社に構えて。 人の批判をするけども自分の実行はできないっていう人が個人の時代を享受することは私はないかと思いますんであの一つ一つのね名言とか成功例ってありますそれに一つ一つ噛みつくんではなくて噛みつくんだったらだったらカスタマイズした自分なりの成功事案をどんどん作っていかないといけないんですよで私がねあの何かことを成したから言うわけではないんですよこれはあのやっぱそういうふうに思わないと乗り越えていけないと思うんですようん誰かの成功っていうのはある意味自分に嫉妬心を 出させますけどもでも自分が何もなし得てない時って結局に嫉妬するんですよ。で結局やきもちをやったりとか人の足を引っ張りたくなったり人にケチをつけたくなるんですけども今私は成功する人が出ることが喜びでしかないんですよ。あ、そうっていうふうにね共感するんですよねだからどんどん儲かってほしいしどんどん自由になってほしいと。で私以上にどんどんなっていただいても絶対構いませんしそうなることをどんどんね望んでますよね。 うんで世の中がねどうなるのかはこれは分かりませんけども、うん、すごくねあのなんですか理不尽と言いますかね不条理なことがあるというのはどういうことかっていうと自力で資産を作って自力で自由になる人ってわざわざ自分の資産とか自由を使って世の中を変えようとまで思わないんですよ実はだって自分が自力であのこの制度の中でこの国の中で上手にやっていってるわけですからねで人のところまで <laughs> やってらんないんですよ、うん、でも 本当に世の中変えたいなって人は個人の暮らしがものすごく困っていて時間的にもすごく制限があって収入的にも限界があるから世の中変わってほしいなと思うわけじゃないですかうんその人は動かないんですよね世の中に対して動く時間とか時間が自由自由とかね時間とかお金がないんで動けないっていう状態もありますけどもやらないんですよこういったことによって えー、まあ,あの成功した人も成功できてない人も世の中を変えないっていうふな図式がずっと出来上がっていくんですよ。中にはですね自分のお金が十分できて自分の時間が十分できて人脈もすごく広まって何不自由ないのに。 おせっかいな心かそれから出しゃばりの心かわかんないけどもよし世界変えてやるぞって人がたまに出てくるんですよねでもそういう風な志を持った方でもすでにある既得権益に勝てなかったら多くの人がねあ,あの人でもダメだったんだってことでもっともっと挑戦する意識をなくしてしまうんですよね だからそれれににに対しててててどういういいいい考考ええくくかかっここことととは、ら一緒だ思ます。すすそしてて、考えるるだだけではなくて行動することだと思いままよね。ま、ずは自分の暮らしを何とかしていきましょうってことこれができなければ世の中を何とかするなんてことはやっぱりできないかもしれませんしでも同時にですね自分が初心を忘れるべきからずってありますけども自分が苦しかった時の気持ちを忘れないからこそうまくいきだした時にも誰かに何かをやってあげようかなっていうふうに考えると思うんですよまあそんな感じでね えー、思考のアップデートまさにその通りですよねどんどん頭を更新させていって、まあ、素直に受け入れていくことそして受け入れるだけではなくてカスタマイズして自分のサイズに合うように変えていくことっていうのがすごく大事になってきますえー、本当にね一つの言葉を100人が真に受けるんではなくてそのまま真に受けるんではないんですよカスタマイズして100人の人が一つのことを受け取るときは100人が100通りの受け止め方をしていかなければ全く意味がないっていうことでいかがでしょうかそれでは失礼します